はい、皆さんこんにちは。レアです。タカです。ディブログです。今日はとうとうあの日が来ました。念願の念願の待ち焦がれた私の両親が日本に来ます。だいぶ待ってたね。はい、本当楽しみにしてたよ。両親に最後に1月に会ったからもうほぼまた1年経ったし、すっごい楽しみにしてる。今日は両親が関西空港に到着するから、今名古屋からずーっとめっちゃ長いドライブを関西空港にやってます。でそこからピックアップして私たちの家に連れて、そこで2ヶ月も長いよね。日本にね2ヶ月近く滞在してくれる時間取ってくれたから、そうめちゃくちゃ楽しみにしてます。そうで両親もめちゃめちゃ楽しみにしてる。過去の9ヶ月2週間に1回電話があって、これもやりたい、あれもやりたい、これを持っていかなきゃいけないのとか、あのお寿司を食べたいよとか、あの2人の動画を見たらこれもやりたいよとか俺たちの動画を見てくれてるから、 あれも食べたいな、これもやりたいな、ここの温泉も行きたいなみたいなプランがね無限のように出てきてね。そうそうそう、あの注文される、注文される、注文が多い大人です。そうだ、そこでなんか本当にワクワクしてることはすごい伝わってきたから嬉しい。そうだね、だからぜひね日本で本当に楽しんでもらいたいから、うん、いろんな日本食も食べてもらいたいし、旅行も連れて行きたいし、いろんなことをね準備してあげたい。今日は動画で私の両親が出てくるので最後まで見てみてください。今ね大阪に入ったのかな、阪和道を走ってる。でもなんかあの関西空港は何度も使ったことあるけど車で行ったことない。俺も車で行ったの初めてね。とりあえずあと30分で到着します。出ました、ここに関西空港。はい、近づいてきました。あとは両親から連絡もあったよ。到着しました。到着しました。空港に降り立ちました。日本の空気を吸っておりますそうだねそうそういうこと。もうそろそろ両親に会います。はい、ここが関西国際空港。さあこの橋ね、この橋は今から渡ります。もうあと5分。めっちゃ綺麗だよ、雲と太陽と空港と海と。いいね、両親この景色を見たんでしょ、飛行機から。そうだね、超綺麗じゃん。もうよくわかんないけど、とりあえず今ターミナル1の到着ターミナルに進んでる。一般車まっすぐって書いてある。車これまっすぐ行けばいいんじゃない。ここあでここら辺で止まれるでしょ絶対に。はいはいはい。そしたら左手にね、はい、急な坂道が見えてまいります。はい、そしたらこちらの30分無料駐車場の方行きます。あ、わかりました。はい、じゃあそこに止めてきます。はい、はい、ありがとうございます。お気をつけて。はい、なんだ回って難しそうだよ。回って、上り坂があってそうだよ、 P をフォローすればいい。登ったら P をフォローしよう。右側に行って P をフォローしよう。あ、 P に行けばいいのか。そうだよ、第二ターミナルのなんとかに行ったらここに止めるってね。何も覚えてないわ。いや、うん、2人ともポンコツでございます。そうだよ、適当に喋っちゃう。レナも聞いてたじゃん俺だけじゃないよ、レナもポンコツだよ何も覚えてない。私日本語できない。どうし、動画見直せば大丈夫だそっか、動画見直せばいい。あ、書いてあるわ、第2ターミナル。第1ターミナル P123 あるでしょ。だからここで左でしょ。違う違う、第2ターミナル止めてって。ここ登るというところだよ。あ、そういうこと。そういうこと。第1ターミナル P123 って書いてあるでしょ。そこに行きたいでしょ。はい、はいはいはい、かな。到着です。これ P1 なの。え、違うでしょ。あれ違う、ここだよ。あ、間違えた、ちょっと戻ろう間違えた。なんであの 見ずに他の車をフォローするの前の車が入ってたからさ、行けるかなと思って。なんだそこでしょ。俺知らない人についていくタイプだからさ。だよね子供の時もそうだった。そう、はい、俺旅行先行くと大体他の人についててね、迷子になって泣いてた。はい、ここ到着しました。到着しましたよ。あっちにターミナル1が見える。めちゃくちゃ車渋滞してるけどね。めっちゃ多いよ。よし、ここに迎えに行きますか。はい。レナ社長、今の気持ちはどうですか。ワクワクだよ。念願の両親ですね。だいぶ会ってないよ。中入ってきました。国内線出発ちゃうやん。下だあれの。はい、そこすぐ書いてある。インターナショナルアライバル。国際線到着は1階かな。あ、じゃあ1階に降りれば両親がいると。まだいないと思うよ。あの荷物はもうあるらしくて、ママが今
トイレっていう連絡だった。日本の綺麗なトイレを。そうだよ。多分ですけど、あそこから出てきてくれると思います。社長さん出てきません。出てきませんね。前になったかママがトイレが長いか、僕たちから逃げてるか、いや間違えたか。でもそう考えるとさ、ドイツからバンコクを経由して日本に来てるでしょ。うん、1日がけで来てる。そう、ほぼ24時間だよ。そう、今からまだ3時間家まで帰らなきゃいけないよ。Hey, long time no see. Hey, welcome to Japan. Endlich geschafft. Hi, Mom. Hello, Taka. Long time no see. Tired? Yes. Mom, hast du deine Haare geschnitten? Hast du was beim Friseur? Ja, aber schon länger her. Willst du in Japan zum Friseur? Weiß ich noch nicht. Wir können zusammen zum Friseur gehen, Mama. Gleich. Ah, in Japan? Ist zu teuer. Ah, ist nicht teuer. Hm? Papa が Lena のドイツ語のチャンネルの、ja. Mein Fan, mein allergrößter Fan. Ja. Lena のドイツ語のチャンネルの T シャツ。そうだよ。これは何？お米？なんかシャリシャリ。Was hast du? Reis. Nein. ドイツからお米持ってきた？違うよ。え、でもなんかさ、新クーゲヒン。枕？ピロ？クーゲヒン。ああ。あ。はい、入れてください。思った。2個入る？はい、入る。めちゃくちゃ荷物持ってきたね。閉まるかな？あまあまあ。閉まると思う。あ、ノッ。オッケー。閉まった。出発しました。無事にピックアップできました。今5時だよ、もう5時、6時、7時、8時に到着する。8時に到着。遅い。ママとパパは後ろで寝てもらいます。いや、寝れない。およそ600メートル先、右車線。びっくりした。およそ600メートル先。爆音じゃん。何をやったの。万格のゆかりを持ってきました。ママが事前に持ってきてって言ったやつでしょ。注文されたよ。本当好きだもんね。あ、まず、あ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 、がすっごい汚くなる。いいよ、別に問題ないでしょ。いや、なんかめっちゃ美味しい。日本語学んでる。ママ、ゼアクルズ・ヤパニッシュ。ママはジャパニッシュ gelernt。ああ。いや、ジャパニッシュ ist besser als dein Deutsch。Nein. Dein Deutsch ist viel besser als dein Japanisch. Ja, vielleicht.Einreise nach Nagoya war ganz toll, Osaka, nämlich Osaka. Ah ja, ja, ich schlafe. Nagoya, ja, okay. Nein, also das war jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Es war super organisiert. Oh, super organisiert. Und ja, ja. Und der Zoll war auch einfach. Zoll war auch einfach, ja. Also das war dann ein Automat, wo wir hingegangen sind. Genau, genau. Jetzt die neuen.Und dann, ich war ja überfordert natürlich. Weil du mit Maschine nicht umgehen kannst. Ja. Aber na, bei dem neuen, bei ihrem, nein, bei dem, der hat das nicht akzeptiert. Mein alten Pass hat er problemlos gefressen. Ihren neuen Pass mussten wir zwei, dreimal ruckeln. Ja, und immer passiert mir sowas. Weil er gesagt hat, do not cover irgendwas. Vielleicht hat es geleuchtet.これめちゃくちゃ綺麗じゃん、工場地帯。それ綺麗じゃないでしょ。え、そう。これ何だと思うか、両親に聞いてみて。綺麗じゃなかった。俺綺麗だと思ったけどな、今。インドストリーマン、機械。マークシューネ、グーネビース、メーター、フィルナトゥア。So, hier, das habe ich dann auch noch mitgebracht. Die habe ich gestern gekauft. Ich war auf Tour. Sehr schön. Eins ist mit Apfel und das andere ist mit Kastanien. Dorayaki も大好きだからね. Der Paste und Kastanienkuchen. Ich krieg's natürlich wieder nicht auf. Super. Dabei ist es alles so einfach zum Aufmachen. Das ist für Kinder gedacht. Genau. Die japanischen Verpackungen sind eigentlich alle so, dass ihr das kaufen. Ich habe keine...Brille. Auch. Und kein Gefühl. Also ich esse. Was mir normalerweise nachgesagt wird, dass ich kein Gefühl habe. Ach doch. Hat die Mutter kein Gefühl. Das ist Telefon. Matcha, matcha euch. Papa, schmeckt's? Ich finde schon, dass es gut ist. Also, beides? Ja. Telefon.
Dorayaki kriegen wir sowieso nicht in Deutschland. Oder in außer ich bringe immer Dorayaki. Ja. Genau. Dorayaki Business, ja. Oder vielleicht in Dorayaki. Ja, ein Business machen. Ja, ja. Ja, also vielleicht auch in den japanischen, in den Märkten in München, drin. Ja. Kommt rein, Schuhe ausziehen. ちなみに、レナの両親はこの2ヶ月間、僕の実家で暮らしてもらいます。あ、しゅん。や、あの、いや、ウォンツマン。あ、しゅん。せっしゅん。や、しゃだな。グッド。や、せっしゅん。Unser altes Sofa. Ja, schönes altes Sofa. Ich habe schon gesagt, dass ich das Sofa mitgebracht habe. Vielleicht können wir es mal ein bisschen weiter nach hinten stellen, dass da mehr Platz drin ist. Ja, ja, ja. Ich habe schon gesagt, dass meine Oma und Opa hier wohnen. Und ich habe jetzt nicht benutzt, deshalb kann ich meine Eltern benutzen. Du musst auf Deutsch benutzen. Ich kann es mal anschauen. Ja. Ich habe jetzt die Wohnung. Genau. Welche Gefühle ich bekomme. Also dann haben wir hier. Oh, Küche. Küche. Super. Küche, viel Platz. Ja. Alles da. Sehr schön. Gut. Toll. Esstisch, Wasserkocher, Kaffeemaschine. Ah, mehr braucht man nicht. Ja. Und da drüben hier Bad. Schau mal, das ist gerade das Sekai, Kyoto Janai. Kyoto Janai. Ah, so, ne? Zettai nicht. Ich bin doch noch dran. Das ist Dusche. Dusche. Badewanne geht, glaube ich, nicht Dusche, aber. Du musst ja sagen, wie das geht. Ich erkläre dann, wie das geht. Genau. Da kannst du mal aufmachen, ja. Das Toilette. Licht geht automatisch an. Ah ja. Und wo zieht man? Wo zieht man? Ja. Da. Das ist klein und das ist groß. Ah, okay. Also wenn du großes Geschäft machst, dann weiß die das und der macht spült groß und wenn du kleines Geschäft machst, spült es klein. Angeblich. Das waren wir testen. Das werden wir testen. Oh, toll. Dann haben schön. Wir hier Schlafzimmer. Oh, super. Bett und Futon. Ja, toll. Super. So, japanischem Stil. Hier. Hier ist Tatami. Genau. Schön. Sehr schön. Tatami. で、ちなみにここから向こうに渡っていくと僕らの両親のメインの家だね。ああ。何かあったらこっちに歩いて行っていけば、レナもいるし。カンフォータブルに暮らせそうですか？よかった。安心しました。Sehr groß. Ja, aber 2-3 Tage sind da, irgendwo unbequeme Orte sind da. Ah, so. Wenn du das sagst, kann man das verbessern. Also, dann sind wir jetzt endlich angekommen. Ja. Und von jetzt an werden wir ganz viele tolle Videos zusammen filmen. Sehr schön. Und wir werden ganz viele leckere Sachen essen und ganz viele tolle Erlebnisse haben. Gut, dann würde ich sagen, ihr dürft jetzt duschen gehen und schlafen. Ja! Klingt gut? Ja. Sehr schön. Wenn diese Video interessant war, dann bitte den Button auf den Kanal drücken. Und den Kanal auch bitte unterstützen. Dann sehen wir uns in der nächsten Video. Bye bye! Bye. Tschüss!